まっちゃん、こんにちは。くんじゃ。今日はまっちゃんが先日購入をしたキャロウェイのミニドライバーですね。はい、ミニドライバー AI スモーク、11.5 度ですね。そうですね、はい、はい、これシャフトをバンキッシュ、5X に、変えてきましたので、はい、今日はこのフライトスコープミーボプラスを使ってですね、計測していきたいなと思います。はい、まあまっちゃんのドライバーの大体距離が分かっているので、はい、まあ、このミニドライバーどれくらい飛ぶのかっていうのをやっぱ知りたいと思いますし、まあ、知らないと多分使えないと思うんで、はい、まあ、今日は、計測をして、まあ、今後どうなるのかやっていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ早速やっていきますか。太平洋クラブナイトコースの1番ホールですね。はい、計測をして、まあ、本当はクラブパスとかカーブした距離は基本的にはなしにして、そこまでセッティングをしてないので、キャリーとキャリーですね、うん、総距離を、はい、やりたいと思います。はい、じゃあ行きます。お願いします。準備完了。準備完了ですね。ペラッタ。感覚的には210ぐらいしかいってなさそう。キャリー207です。ああ、まあそうですよね、はい、はいはいはい、合ってる合ってる。総距離209。そうですよね、はい、まあこの時期であのペラリが出たらまあそんなもんですよね。ヘッドスピードが42ですね。はい、よし。ちょっと捕まった。フェアウェイ左サイドかどうか。219ですね、まあ、キャリー219。キャリー219ですね。まあでも右に左に行ってるんで。そうですね、ちょっとそれだと結局ドライバーと一緒ですから、 そのミニドライバー使えばなんか捕まってドローが出るみたいな、はい、まあ、感じだったじゃないですかこの間は。はい、それを打ってくんないとそもそもって感じなんですよ。そうですね、そもそもなんですよね。はい、そもそもですよね。そもそもまっすぐ行ってからの話なんで距離は。よっしゃ、行きます。これはいい球だね。これはもうフェア右サイドからドロー。キャリーズ 223.44 準備完了。223ヤードの、まあ、総距離は228、ヘッドスピードは 42.3 ですね。まあ、変わらずとですね。そうですね、ヘッドスピードは変わってないけど、まあ、はい、キャリーがだから220ぐらいなんですかね。220ぐらいですね。まあ、あんなきゃいいやったりし、まあ、スピン量が2600なんで、はい、でまあ、ミート率 1.48 とかですから、まあ、そんなにデータ的には悪くないよね。うん、そうですね、スピン量とかも、まあ、うん、まあ、適正ですか。適正じゃないですか。それより少なくなってきたら今度もうなんて言うんだろうね、ドロップチーピーみたいになりそうな感じもしますけど、なんか感覚的には、はい、スピン量が足りてないような感じあるんですよね。まあ十分入ってますね。入ってるんですね、はい、2600なんで。なんか多分だからドライバー、なんかドライバーとスプーンのなんか間なんで、なんかこう感覚的には今ドライバーっぽい、もうドライバーとして使うんで、まあ、ドライバーじゃないですか基本は。そうですよね、はい、その感触で振ると、うん、なんかスピン量足んないなって思っちゃうんですけど、まあ、データ上でも問題ない、ちょうどいいし、まあ、ちょっとその、まあ、まっちゃんがこのドライバーを入れるとするじゃないですか、はい、ミニドライバー、ドライバー入れてミニドライバー入れるとして、まあ、まっちゃんのスイングタイプ的に地べたからは打てないじゃないですか。そうです、ね、ドライバーを直ドラできないから、はい、これ打てないと思うんで、まあ、入れるとしたらもうほんとティーショット用だと思うんですよね。はい、だから今くらいでいいと思いますよ。今くらいでいいね。だって地べたから打つあれがあるんだったらやっぱりスピン量もうちょっと増やさないといけないと思いますけど、ティーショットでしか基本は今のスイングでは多分打てないから、はい、じゃああのくらいのスピン量じゃないと逆に、もう本当にスピン量、スプーンと変わんないと思うし、210ぐらいだと、まあ、変わんないじゃないですか。しかもスピン量多かったら、まあ、どちらか止まる球になっちゃう。止まるんで、うん、あんまり意味ないと思うんで、ドライバーって思ってちょっと振ってもらった方がいいと思いますよね。はい、
うん、いい球だね。ありがとうございます。まっすぐのちょいドローか。ちょいドロー。キャリー219なんで220ぐらいですね。220ぐらいなんですね。220ぐらい。これどうします？ドライブ打ちます？なんかその比較をまあ皆さんも見たいと思ってると思うんですよ。そう、まあそれはそうですよね。そうですよね、はい、ミニドライバーがどれくらい飛ぶとかじゃなくて、ドライバーとの距離がどんぐらい差があるのかっていうのも、まあ、多少あると思うんでまあちょっと、ドライバーの用意しましょうか。わかりました。はい、ではドライバーを打っていただきたいと思います、はい、シャフトは同じですね。シャフト同じ、はい、45.5 ぐらいですもんね。 45.5 ぐらいで、はい、パラダイムトリプルダイヤ 10.5 度、うん、いきたいと思います。どんぐらいなんだろう。当たり悪かったな。どのぐらいですか？231。やっぱ10ヤード飛んでますね。ああ、そうですね。で、走距離も237で、スピン量が2700なんで、はい。スピン量同じぐらい。スピンロフト、まあこれロフト当たった時のロフトかな？これはあ、これ違う。ダイナミックロフトが 10.9。そうですね。もう一球いきます。はい。あの感じで230。うん、これはかなりいいショットだね。230後半いってそう。これでやっぱキャリー240ですね。240ですか。うん、やっぱりそうっすね。もう大きく違うと20ヤード違うね、キャリーが。うん、違いますね。かなり違うね。下手したら、3番ウッドともしかしたら距離そんな変わんないかもしれない。そうっすよね。はい、3番ウッドって結構下から打つこと多いし、ティーショットで僕使うときは、はい、こうちょっと低めの出球を低めに出すイメージがあるので、うん、はい、多分ティーショットとかで打つとキャリー205とかかもしれないんですけど、うん、多分ティーアップして同じような状況で狭い時とか打つとね、3番打ってるパンっていったら、多分もしかしたらまあ変わっても5ヤード。あー、そうか。これまっちゃんさ、まあ、今コースを意識しないでティーショット打ってるじゃないですか、はい、ちょっとやっぱりその狭い時というか、もう少し OB とかそういうの意識してドライバー打ってほしいですね。このあここでですね、今、はい、要は今これって本当に、はい、まあ、練習場の感じで打ってるじゃないですか。そうですね。でこれって多分そんなにこうコースでそうやって振れないと思いますし、はい、まあ、今曲がったら曲がっちゃったり済むと思うんですけど、同じような感じで要はドライバーになったらロフトも立ってるし、はい、この状況って僕もすごい嫌いなんですよね。左から木出てるし、はい、右池だし。でもこれ打たないといけないじゃないですか、はい、でこれで打って結局こすっちゃったりして220とかだったらミニドライバーのが捕まっていいよねってなるし、その使い方、要は今まっちゃん何も気にしてないから思いっきり言って今240なんで、はい、そこを気にした時に距離がどれくらい落ちて、それがミニドライバーとどれくらい下がるのか知りたいですね。わかりました。だからもう試合できて、うん、まあ、右には打てないし、打てないし、まあ、そこにも当てられないっていうこの状況でってことですもんね、うん、まあ、少し意識してね、はい、うん、これ完璧ですね。はい、ありがとうございます。これ226なんですよ、キャリー。はい、これが、まあ、本来まっちゃんがコースで打つ距離だと思うんですよね。まあ、ちょっと今の低めでバーンって、そう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 、うん、で、まあ、もう出だなんか上げて、うん、こう左右に散っちゃうんだったら今みたいに低めに出して、ね、うん、早めに着弾させて、まあ、ランで稼ごうみたいな、うん、ランは4ヤードだったんですよスピン量が3000あるんですよ。あ、ちょっとまあまあまあ、まあ、で、はい、そう、これだとクラブスピードが 44.6 なんで、まあ、ヘッドスピードが44.6、 はい、だから、はい、ちょっとやっぱりミニドライより上がるんですね。やっぱり長い分それは上がりますよね。上がるし、うん、振りやすいと思うんですけど、はい、距離は、まあ、同じぐらいと。これ難しいっすね。だからミニドラで、まあ、捕まるクラブとして、はい、しっかり振ってった方が
まあ、まっちゃんの中で今後いいのか、はい、まあ、ドライバーで今みたいに結局ああやって打っていくのか。そうですね、まあ、結局のところ、うん、まあ、だから広いホール来たら、うん、まあ、ドライバーのが多分飛ぶよね、飛ぶんですけど、うんうん、広いホールある、まあ広いホールってコースってその俺らさ、今なんか、まあ、ワッホーさんにも聞きたいのは、うんうん、まあ、まあこの、ね、成田近辺のゴルフ場で、うんうん、まあ、普通にミニツアーあるじゃないですか。あるさ、はい、ワッホーさんの中で、うん、あ、このホールは振っていけるな、うん、このホールは、うん、まあ、ちょっと、まあ、抑えようかなっていうホールで割合としてどっちの方が、はいはい、いやほとんどないですよ。結局めちゃくちゃ広くてもフェアウェイ狙ってるし、はい、ちゃんとフェアウェイの右サイド左サイド狙ったりしてるんで、はい、なんかめちゃくちゃ広くて OB ないからって満振りするみたいなとこはそんなにないですよ。やっぱそうっすよね。ないですないです。そんなでゴルフやってないんでほぼないんですよ。もう特に最近なんかないし、はい、言ったらまあついちょっと前ですけど益子のさ、はい、スタートホール右ドックのホールあるじゃないですか、はい、あれって OB もないし別にまあ、めちゃめちゃ狭いわけじゃないじゃないですか、はい、でも、木と木の間を絶対狙っていかないといけないしそう考えるとそんなに狭くないし触れないんですよ。そうですね。そうやっていろいろ真っ四個とかでいろいろ考えていくとないですよ。成田コースでもないし成田コースの3番だって、はい、結局フェアウェイの右サイド左サイドあるし真ん中ダメだしいろいろ考えるじゃないですか。ピンが奥だったら上右の方がいいかなとか、はい、なんかいろいろ考えて打つわけですからないんですよ。そんななんか本当に遊びの時だけなんですよ。まあそうっすよね。本当に遊びの時だけいいですけどそのスコアを取るってなった時は広いホールなんかほぼないですってなると、うん、まあ、だから僕もまあ今最後に言った、はい、まあ、あのボールを結構使うわけですよ、ね、いやもう当たり前ですよ。もう僕もそう同じ気持ちですから、はい、そうですよね、はい、そうなってくるとはい、そうですね、だからキャリーは、うん、まあ、変わって5ヤード、まあ、変わって10ヤードぐらいで、うん、まあ、ちょっとフェードで逃がすドライバーなのか、うん、まあ、ちょっと捕まる捕まえていくのかね、ドライミニドラで結局捕まったらでも、うん、まあ、飛んできそうっていう飛んできそうだしまだそのミニドライバーに関してはまだ調整不足じゃないですか、はい、要はシャフトをまあ入れたてだしウェイトの位置とかもいろいろ試行錯誤してない状況なのと、はい、今このずっと使ってるドライバーの、はい、まあ、エースドライバーね、はい、いやなんか俺思いましたやっぱりミニドライバーでちょっとこううまく調整してやった方がうまくいくんじゃないかなって思ってるのと、はい、あと今 43.5 インチだと思うんですけど、はい、ウェイトさえ軽くすれば別に44インチにしてもいいわけじゃないですか。僕もちょっと長い方がいいのかなって思ってますね、うん、それもあったらロフトもまあいろいろいじれるし、まあ、今のまっちゃんのスイングだったらどっちかって言ったらまあ振り遅れるのが多いわけじゃないですか、はい、そう考えると小さい方がまあコントロールはしやすいのかなっていう、うん、その今ね、まあ、ミキ君とかにも習ってるけど、はい、その大型ヘッドでまっちゃんがドローを打てるイメージはまだやっぱないんでね僕もだいたいフェードを狙って、うんうん、まあ、ちょっと振り遅れて当たったのがたまたまドローしてるみたいなのはあるんですけど、ね、自分でしっかり捕まえてっていう感じのスイングにはまだなってないから、はい、まあ少しこのまあこれからどん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 オフシーズン入っていくじゃないですか、はい、そこは少し、まあ、練習もしてるけどスコアも出さないといけない状況なんでまっちゃんは、はい、ミニドライバーとかをうまく利用してやっていくのも一つ手なんじゃないかなっていう、まあ確かにまあ今までやってこなかったことで、うん、まあ言ったら僕ゴルフ始めてもう大型ヘッドでした、はい、僕ゴルフ本格的にやっぱこう取り組み出した時って R7 とか R9 とかだったんで、もうちょっとこう大きくなりつつあるわけじゃないですか。だからミニドライバーとか小さいヘッドでドライ、うん、その打ったことがないんで、うん、ただそれを知らないだけで、うん、今なんかちょっとあなんか違うなとかっていう出てるだけで、ね、多分使っていけば感覚つかむんで、そしたらその時が初めてこう変われるというか、うん、なんか、まあ、しっかりドローも打てるし、うん、まあ言ったらフェードも打てるしっていう、うん、自信も出てくると思うんでね。あ、確かにそうですね。まっちゃんがやっぱりドロー出てくると自信出てきて、それがどん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 こうスイングにもいい方向に作用して
大型ヘッドでもドローが打てる、ミキクルの去ったようなこともできてくると思うから、なんか俺今見てて、まあもちろんね、そのミニドライバーでも曲がりますよ、やっぱりスプーンでも曲がるわけですから、まあ、みんなね、はい、でもミニドライバーの可能性がなんかある感じが今のところしてるって感じ、旗から見てて。まあそうっすね、うんそうっすね、だからこれからもう少し、はい、うん、まあシャフトももしかしたら、うん、あれだけ短くなると、まあ、違うシャフトになってるよ、もうね、もうなんか振っててやっぱ違うシャフトだって感じがするんで、うん、まあ、シャフトももちろん今後、うん、いろいろ、ね、やるし、うん、ウェイトだったり長さだったりとか、うん、はい、まあ、ロフトだって立てることもできますから、す、ね、うん、調整して、ちょっとまあ今のまっちゃんだとそのドライバーだとやっぱフェードしか打てないと思うんで、可能性両方打てそうな可能性のあるミニドライバーでやっていくのもありかなっていうのは少し感じましたから、はい、まあ、今日、まあ、一応検証としては一応マックス数値で言うと20ヤードぐらい落ちる、はい、のと、まあ、ヘッドスピードも2ぐらい落ちて、はい、でもドライバーでちょっと抑えたりするぐらいだったら、まあ、そんなにこうミニドライバーと変わんないっていうのがまあ分かったんで、はい、でもやっぱり捕まったりするのはミニドライバーだと思いますから、まあね、少しドライバーで悩んでる方とかは、はい、ミニドライバーとか試してみてもいいのかもしれないですね、はい、まあ、今日はそんなところで終わりにしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。そうっすか、ちょっと俺にミニドライバー出せてくる、打ちますか、うんうん、じゃあちょっと一回切っていいですか。でちょっとまっちゃんのミニドライバーをお借りして打っていきたいと思います。はい、たまたか飛んでない気がするな。キャリー245です。あー、やっぱりそうだよね、なんかやっぱり20ヤードぐらい落ちるのかなっていう感触、やっぱワッホさんでもその感触ありますか。感触はある、やっぱり急になんか20ヤードってすごいですね。20ヤードはもう底辺ですよ、底辺。ちょっともう、まあ、これちょっと老けたね。まあ220ぐらいでしょ。235ですね。そうだよね、うん、まあやっぱりちょっと俺はやっぱ物足りない感じが、まあそれはそうですよね、あるね、うん、だからやっぱ結構これ調整必要かもしれないこれ、まあ打たないけど、はい、これ地べたから、まあ、ちょっとめっちゃ手低くして打ってみようか。抹茶のクラブだけでいい。はい、まあスプーンみたいな、これだったらスプーンの方がいいな。スプーンみたいですね。うん、まあシャフトがねちょっと合わない感じあるけど、228ですね、うん、まあ地べたからの上がりやすさスプーンと一緒かな多分。スプーンでも、うん、まあまあまあ、でも打感が軽いね、ちょっとね。そうですよね、うん、やっぱ AI スモークは、うん、なんかまだ結構調整必要な感じありませんか、うん、まあ重さだと、まあ前を重くするとかね、はい、耐えるだけでスピード減ったりとかなんかいろいろあると思うんで、まあまっちゃんがどうなっていくのか、まあ今後ね見て、やっぱまあ20ヤードぐらいかなと。その横田さんの YouTube では10ヤードってなってたけど、はい、横田さんあれかましてるからね。あ、横田さんの動画を僕見て、はい、これだからかまして10ヤード落ちてるっていう感じだから、だから多分普通同じようにっていうか普通言ったら多分20ヤードは違う感じだったと思うんで、はい、まあ横田さんの YouTube 通りなのかなっていう感触がありましたということで、はい、終わりましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。